アニマルバイオサイエンス学会エピジェネティック制御学研究室の、紹介をさせていただきます。エピジェネティック制御学という名前に入っているエピジェネティクスの説明からさせてもらいます。エピジェネティクスというのはジェネティクスの前にエピがついている言葉です。このジェネティクスというのは日本語で言うと遺伝学のことで、もともとは遺伝子の変異により生じるような現象、具体的には白血病のように遺伝子に傷がつくことで起こるような病気を扱っているような学問です。これに対してこの遺伝子の変異がない状態での様々な現象を、研究する学問としてこのエピジェネティクスというのが発達してきました。その一例が細胞の分解になります。我々を含むこの哺乳類というのは父親と母親の精子と卵子が融合してできた受精卵から発生してきます。この受精卵には父親由来のゲノムと母親由来のゲノム遺伝子が回ってや備わっているんですけど、これをずっとコピーして、体ができるまでの間に200種類以上の細胞を作るんですけど、その中に入っているこの遺伝子の配列というのは全く変わらないんですけど、このように形も機能も違うような細胞がたくさんできています。これがどうやって起こっているかというのを示したのがこれなんですけど、このもともと遺伝子が全く配列は一緒で、人ではだいたい2万5000個の遺伝子があるんですけど、じゃあ何がこういうふうに違うっているかというと、使われている遺伝子が違うと。2万5000ある遺伝子全てが全ての細胞で使われているわけではなくて、例えば受精卵だと、例えば、その10分の1ぐらいが使われていると。それがこういうような神経の細胞になると、例えば受精卵で働いていた A 以外に B が使われる、 A、B が使われる、皮膚の細胞だと C だけが使われるというように、この2万5000個の遺伝子の組み合わせ、使う使わないの組み合わせが変わることで、これだけたくさんの種類の細胞を作っています。で、これらの細胞の持っている遺伝子は、さっきから、言っているように、この遺伝子の配列自体は一緒で、使われている遺伝子が違うということです。で、こういうどの遺伝子をいつ使うかっていうのを規定しているのが、エピジェネティクスになります。で、私たちが実際に研究で研究室で行っているのはこの受精後の話です。この精子とか卵子っていうのは次世代に遺伝情報を伝えるために特殊化した細胞で、例えば肝臓のようにアルブミンを作ったり、膵臓のようにインスリンを作ったりということはできない細胞です。これが受精して受精卵になると、その初期化とかリプログラミングっていう現象が起こって、次世代ではあるんですけど、この受精卵からアルブミンを作る細胞、肝臓の細胞であるとかインスリンを作る膵臓の細胞ができるということで、卵子で使われてなかった、例えばアルブミンの遺伝子とか、インスリンの遺伝子とか、そういうのが使える状態にリプログラミングされるということがこの受精卵で起こります。で、このリプログラミングというのは受精後にも起こるんですけど、 iPS 細胞が作られるときにも起こります。 iPS 細胞というのは皮膚の細胞に遺伝子、4種類の遺伝子を入れることで、例えばこの C しか使われてなかったものが受精卵のように A だけ使われるようになる。この過程で、リプログラミングが起こっています。なので、この受精後のこのリプログラミングを研究することで、そのメカニズムを、そこで明らかにできたメカニズムをこの iPS 細胞を作るときに適用することで、より良い iPS 細胞ができるんではないかということで、今受精後のリプログラミングの研究をしています。実際に、じゃあここで大事な遺伝子をどうして見つけてきたかというと、単純な考えで、ここでリプログラミングが起こっている時期にだけ使われている遺伝子というのをコンピューター上で取ってきて、例えば脳とか胸腺とか心臓とか腎臓のように大人の体の中では使われてなくて、受精卵から2細胞期ぐらいのこのリプログラミングが起こっている時期にだけ使われている遺伝子をいくつか取ってきて、それのノックアウトマウスを使って検証します。ノックアウトマウスというのは2万5000ある遺伝子の中で、例えばこの1種類の遺伝子だけがないような、ネズミのことです。そ
そういうマウスを、調べることで、この遺伝子が体の中でどんなことをしているかというのを明らかにすることができました。そこで、もしこの遺伝子がこの受精卵の段階で、リプログラミングに重要な働きをしているということが明らかにできれば、将来は皮膚の細胞から、iPS 細胞を作るときにこの遺伝子を加えることでより良い、iPS 細胞を作れるのではないかと思って、研究をしています。で、実際にこういったノックアウトマウスなんかを作るときに使うのがこちらのマイクロマニピュレーターという装置です。で、このマイクロマニピュレーターというのを使って、この卵子を支えるためのホールドピペットと、この卵子に DNA、RNA をインジェクションするこの細いガラスの針を使って、トランスジェニックマウスとかノックアウトマウスの遺伝子を変化させた動物を作っています。で、これはノックアウトマウスの作り方なんですけども、まあ、細かいことを割愛させていただきますが、従来2年ぐらい前までは熟練した研究者が1年近くかけて作っていたノックアウトマウスなんですけども、それが2013年に開発された方法で約1ヶ月でノックアウトマウスができるという時代になってきたので、これまでは5年ぐらいかけてこういう遺伝子の解析をされていたのが、大体3年ぐらいでこういう解析ができるようになってきました。実際にこれはうちの去年の3月に卒業した修士の学生ですけれども、彼らは4年生と修士の1年、修士の2年の間にノックアウトマウスを作ってその解析までやって卒業してきました。あと、こういった、卵子の研究というのはもちろん将来研究者になるときに重要な技術ではあるんですけれども、一つの最近出てきた就職先としては、不妊治療の現場で活躍する廃培養子になる人も増えてきました。これは、最近、女性の晩婚化とか、が増えてきたので、高齢出産というのが増えてきて、この不妊治療の現場で廃培養子というのが、重宝されています。で、実際にこの廃培養子の仕事というのは、医師の指導のもとに体外受精や顕微授精といって卵子の中に精子を打ち込むような、そういうような仕事を担う、仕事であって、責任は当然すごく重いんですけど、やりがいもある仕事です。で、実際にマウスと人の卵というのは大体大きさが同じなので、学生の時にマウスの卵子を扱った経験が、豊富な人たちは、こういう体外受精のクリニックなんかの試験を受けてもすぐに、採用されるという状況です。実際にうちの学科では3回生の実習で全員がマウスの体外受精を、経験して将来、こういう廃培養子を目指す人もいます。はい、では今から実験動物学ユニットの説明を始めます。実験動物学ユニットは、長浜バイオ大学アニマルバイオサイエンス学科の、4つの柱の一つです。はい、実験動物学っていうのは、動物試験及び実験動物を用いた研究を対象にした学問です。で、アニマルバイオサイエンス学科ではこの、実験動物学 の、まあ、基礎である動物の取り扱いの方法、その時の、動物倫理に、あるいは動物福祉に、排除した、研究、動物の取り扱いの方法、あるいは生きた動物から、実験のデータを取得する方法、さらに得た実験、動物実験から得た、結果のですね、統計的な解析などについて学んでいただきます。動物実験、なんで動物実験が必要なのかと言いますと、例えば新しい薬を作ったりするときに、まあ、できた薬をいきなり人に使うということは、まあ、副作用が出たりして危険なんで、安全性を確かめるためにまず実験動物でその安全性を確かめるということを言います。で、その場合でも動物の福祉、あるいは動物倫理に配慮した実験が必要になります。もう一つの目的としては、人の病気の研究のために動物を使うということが広く行われています。で、ここではですね、例えば、いろんな、実験動物について、ここに、示しておりますけど、例えば、すみません、病態マウスについて示しますけど、例えば肥満の病態、
あるいは転換力、あるいは腫瘍の、を作った、実習でこれ使ってます。その腫瘍で作った、ようなマウスを使って、いろんなこういう人の病気をですね研究をしているということが広く行われています。で、本学の実習ではですね、一つはその、ここにはないですね、脳梗塞の、マウス、これもマウスの脳で、この白い部分の脳梗塞ですけども、この脳梗塞のマウスの行動評価で、この行動評価を通して脳梗塞の、による、身体障害がどういうふうに出てきて、それをどう数値化していくかというようなことを実習で行っています。実際、私も、研究室ではこの脳梗塞の原因、あるいはその、治療のための研究を行っています。それ以外にも実習ではですね、高血圧および肥満、あとここにちょっと出てますけども、腫瘍の、思った動物の評価というのを、行います。ここではですね、そこに、使うような、実習で使うような、器具も展示しております。例えばここにあるのは、さっき言いました、肥満とか高血圧の時の、餌の摂取、あるいは水の吸水量、あるいは糞とか尿の量を測るような、目的で使える代謝ケージというようなケージです。こういうものを使って実際の、肥満とか高血圧の、体の代謝の状態を、実習で評価します。で、脳梗塞については、今から詳しく説明していきます。脳梗塞っていうのは血管が、脳の血管がですね、何らかの理由で詰まって、で、その先にある脳の組織が壊死してしまって、その、組織、脳組織が担っていた機能が喪失してしまうという病気です。例えば、手の麻痺とか足のしびれ、運動障害、あるいは言語障害であったり記憶の異常とか、いろんな症状が現れます。本学の実習ではこの脳梗塞を、外科手術によって誘導したマウスを使って、その、行動異常を、行動評価、実験、行動評価テストによって、測定するという実習を行っています。脳梗塞は外科手術によって作ります。これは学生さん、卒業研究とか修士のコースの、学生の方々はこういう実験もやってますけども、基本的には実習では作る方はやらないです。で、作った動物の行動評価を、例えばここにある動物ですけども、これは一本、T 字迷路と言います。この部分に、マウスを入れてスリットをかけることによって動物がこう移動すると、で餌に到達するまでの時間を指標にして記憶の能力を測る、いろんな方法がありますけども、到達するまでの時間、あるいはこの餌のある部分に滞在する時間等を利用して記憶の、形成を測ると。で、脳梗塞によって記憶に異常が出るようだと、その時間が変化するということによって記憶を評価するという方法になります。それ以外にこれは、一本橋テスト、フットボールと言われるテストですけども、ここにマウスをトコトコトコと歩かせます。人でいうと平均台みたいなもので、普通の人であれば大体普通に歩けるマウスでも、そこの場であれば普通に歩けます。でも、脳に障害があって足の機能がおかしく、例えば感覚があって足が踏ん張っているのがわからないとか、足の動きに異常があったりすると踏み外しを起こします。ここに示しています。これ正常に歩いている、これは踏み外している。この、踏み外しの回数を数えることによって、この動物がどれくらい異常かということを確認する。実際ですね、これは去年の実習で、学生さんが出してくれたデータですけども、正常マウスはあまり踏み外さないに対して、障害があるマウスではこのように踏み外す回数がどんどん増えていくということになります。で、さらにですね、2日目、9日目、16日目、これ障害を与えた後の日数ですけども、日数が経つにつれてだんだん障害の度合いが減ってくるということから、この障害はある程度回復をしているということが分かります。実際にはですね、この回復のメカニズムっていうのはまだよく分かっていないものです。研究室はそういう回復のメカニズムの研究を行っています。はい。で、もう一つ実習で大事な目的になるのは、こういった、ここに P って書いてあります。これ統計的な優位差を示していますけども、
こういうような、データを統計的に解析する技術っていうのを学んでいただきます。でこれによって動物でを扱ってで、動物からデータを得る、その得たデータを統計的に解析するという一連の能力が身につけることができるということになります。それ以外にも例えば、ここにありますがコーンフレイっていって、非常にここに細いひげみたいなのがついてますけども、これでお皮膚を用意して刺激してやると、細いと刺激を受けてもよくわからないんですけども、こちらにあるような太いものとよくわかる、このどれくらいの太さで、このひげのひげで感覚が感知できるかによって、感覚の域値、どれくらい感覚が鋭いかっていうのを調べることができます。これ脳梗塞のマウスでは太いフィラメントで刺激しないと分からないんですけども、正常なマウスではかなり細いものもちゃんと理解できるということになります。でこういうような、道具を使って生きた、動物から情報を、抽出してそれを評価する、方法を学んでいくというのが実験動物の目的です。当然その途中で動物の扱い自身、固定の方法であったりとか移動の方法であったり、あるいは動物の健康状態の管理とか、そういうような、能力を身につけていく。